先生は経歴がすごくて、あのマーク・ジェイコブスとかルイ・ヴィトンとかそういうハイブランドの講師からあと、本当もライフとかマクドナルドとかそこら辺の発声の講師もやれてる、もうすごい方なんです。そうです。じゃあ早速やってみましょう。で私のですね、後に続いて大きな声で発声をお願いいたします。はい、それでは続いてお願いします。おはようございます。全員小さいですね。もうちょい声入りましょう。おはようございます。おはようございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。先生声出してないですね、あの子。パチオさんは一人で、はい。おはようございます。真面目にやってもらっていいですか。まあ、先生に来てもらってるんだから、ね、ちゃんとやらないと。いきますか。大丈夫ですか。いきます。はい、おはようございます。おはようございます。はい。笑ってはいけませんよ。はい、間違ってください。はい、おはようございます。おはようございます。笑わない。おはようございます。次行きましょう。スキー色。いやー、もう全員で。いらっしゃいませ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 。ありがとうございました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 。ニンニク入れますか。ニンニク入れますか。はい、ニンニク入れますか。ニンニク入れますか。油マシマシ麺かたこってひり。油もしもし麺かたこってり。野菜にんにく油しょう辛め。油にんにくしょう甘しょう辛め。めげてない。めげてない。言ってないんだよ。スキー色。滑舌もね、いただきますからね。釜山で山中食うせよ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 。
じゃあ北川さんからどうぞ。笑わないでください。プサンで三チュックせよ。はい、おばあさん。プサンせよ。プサン。プサン。プサン臭くないですよ。はい、いきます。ボイボイボイボボイボイボピー。はい。ボイボイボイボボイボイボピー。立花さんが言ってない。ボイボイボイボボイボイボピー。ボイボイボイボボイボイボピー。小川さんが言ってない。ボイボイボイボボイボイボピー。ボイボイボイボボイボイボピー。まあいいでしょう。なすかこれは。色。二つ目、次は単純明快こちょこちょでございます。こちょこちょちょっとやばいかな、ね、ちょっと皆さんの前でお見せするのやってみよう。いや聞かなさそう、ミクせーの全然首は大丈夫シンプルに下手です。こちょこちょ。あんま人をこちょこちょしたことないもん。いやもうなんかこっちが作りたい。タコダウル。つけておきますか。ちょっと。浜川さんをこちょこちょしてもいいですか。こちょこちょ。え？みんな優しすぎて聞かないから。黄色。なぎちゃん。
ですよ。近いんですよ、こう、うわーってなるのが。嗅いで嗅いで。いい匂い嗅いで。いい匂い嗅いで。臭い方のアルバム交互に嗅げばいけんじゃないですか。あ、浄化していくんですよ。サイクルさせてくる空気を。空気嫌だ。まなぎちゃんリバースしちゃうといけないから、ね、めっちゃ臭い。え、そうだよね。これ嗅いだ後これ嗅いだのやばい。え、どういうこと。え、これ嗅いで、これ嗅いで、すぐ、もう、すみたいな。え、なにそのなんかわかるわかる、これだけとは違う、不安定だよね。急に来る絶望がすごい。はい、それでも薄めてる方なんですよ。それ多分ね、ほんと10分の1ぐらい現役なんだ。現役限りない人います。本当にいけそうな子変えてほしい。本当に多分涙で、瀬川さん一番緊張してるなーってしてます。え、その責任私です。これ別にやるやらないとか関係なしに、一番この子はやっぱりいつも緊張してるなって。こう緊張してる子立花さんだろうな。そうだね。どう、はい、どうします。まあその冒頭の素材を嗅ぐか嗅がないか僕は強制はしないんですけど、その言い方強制してますね。なんか怖いものを見たさに嗅ぎたさはあるけど、これで鼻が曲がったんですよ。確かに黄色、うん、どこまで開ける。もう吸わない方が良さそう。押したらやばいね。絶対こぼさないで。話してしない。使えないけど、うん、匂い、トイレのなんかほんと、の匂い、本体の匂い。もう突っ込みましたね、匂いだから。もう一回、もう一回、もう一回、慣れてるってこと。使えないよ。もうそういう言い方だったよね。うん、確かに臭いよ。臭いけど、なんかこれ誰も嗅げないわけじゃない、絶対。あマジで、誰か嗅いで。本当になんかいけんの。いいといい。多分そのものの匂い、本当に。嗅いでみたい。いや、もうここでやって。ダギちゃん、吐くよ。怖い。ここに置かないでよ。耐えなかったら、ギリ出せますよ。